はい、理事長です。ご報告動画となります。一本前の動画でですね、美容師のハリさんが起こしたじゃないですか。疑惑をかけられて、まあ散々まあ長い動画にはなってると思うんだけど、まあいろいろ検証とか調べたりとかして、まあいろいろまあ聞いていったと。結局あの時犯人は出なかったじゃん、動画の中では。その後にですね、なんか翔太が貼ってるぞ、なんか裁判へ、美容師のハリ氏チート疑惑で裁判、理事長裁判長の判決はって美容師のハリ氏は本日撮影中、あるメンバーがハリ氏の装備を見つけ、エンチャントに疑問を持ち、メンバーに相談したところ、チートでしかできない特殊な方法でエンチャントがついていた。現在も撮影は停滞している。理事長裁判長の判決が注目だはい、っていうのがあったんですよ。夜だいたい終わったのがまあ10時ぐらいですか。美容師のハリとまあちょっと今すぐ話そうという流れになったんですよ。僕が通話で、僕が話して、まあ美容師のハリがチャットを使うと。でまあいろいろ聞いたら、いや僕は使ってませんと。でなんか僕が10月にクローハが平日にワールドを空いた時に参加して、母から LINE があったので、なんかその LINE を6、7分ぐらいしてる時に、なんかそのいつの間にかなんかこうアイテムが手に入ってましたみたいなこと言ってたんだよ。スマホのマイクラに入って、スマホのマイクラを一旦放置して、そっから LINE の方に切り替えてやると、やっぱりワールドが落ちちゃったりするらしいんですよ、普通は。なんだけど、まあ美容師のハリは落ちなかったと。6、7分ぐらい放置しても落ちなかったみたいな。でもさすがにそれどうなのみたいなことを切り詰めていったら、ごめんなさい、チートを使いましたって言いづらくて、アイテムを探すのが大変で、誰にも頼めずにチートに頼りましたっつって、ハックツールってやつを使ってたみたいです。なんかアプリかなんかであるんでしょ、そういうなんかハックが使えるようなアプリがね。 YouTuber さんの動画見て、あ、こんなのがあるんだというのを知ってから、まあ、さらに、まあ、マリンクラフトでアイテムが取れないっていうことで悩んでたから、その使ってしまったと。相談する相手がいなかったみたいですね。チートってのはやっぱよろしくないんですよ。クローハがクリエを使って、まあ、アイテムをまあとんでもないぐらい出してたじゃん。あの時もクリエって分かってなくてさ、結局チートじゃねえかって疑われてたじゃん。チートじゃなかったからまあ良かったけどという感じだったんだけど、まあ、美容師のハリーのに関してはまあチートだと。で、まあ、チートはやっぱ犯罪だと。擁護してさ、かばってもさ、じゃあお前なんかそのチートを擁護した実況者みたいな、チートを擁護した実況者と動画班がなんか毎日動画上げてるぞとか言われたら、まあ、みんなもただ単に辛いやんっていう。もうここにはいないんですけど、あの美容師のハリさんをね、バンすることに、なりました。おい泣くなよパンナコ。そう、パンナコはあの新メンバーですね。パンナコに関してはなんか一応なんかかばったりとかしてたんだよね。美容師のハリはいいじゃね、110人でいいんじゃねっていうか、なんか言ってたんだよ。悲しいですねって本当に思ってんのかお前。新メンバーの子たちやらかさない？マシルは個別チャット送ったのか？本当はどっちなの？使っててもそうじゃなくても本当のこと言って。私はどっちであってもリリさんとかメンバーに言わないから、ハリさん答えてくれたら嬉しいな。しつこかったらごめん、ブロックでもしていいよって。なんかいや、病んでない？新メンバーの子たちには送りづらかったんじゃないの、ハリとしても。マジで申し訳ねえことしたみたいな感じになったんじゃない？じゃあどうする本当に。アイテムはなんか残ってんでしょ。これ美容師のハリの家らしいんだけど、ちょっと残ってるよね、砂利とかね。まあこれはまあみんなで役立てるか。なんかと、おい、ふざけんな、バカ、とんな、とんな。爆破はしなくていいんじゃない？ハックで作ったので多分武器だけだから、まあ、ここら辺のアイテムは多分自分で取ったやつなんじゃないかな。ありがたく使わせてもらった方がいいんじゃないか。家はまあ解体だろうな。ここになんか作るか。まあ、どうせ多分ここら辺も多分整地して、まあなんか場所ができるから、どうする？これ誰が引き継ぐ？多分針がなんか作ろうとしてたんじゃないの？これ、ここに。立てる？俺やろうかって。大根に任せてみる？ちょっと。美容師の針の、まあそのやろうとしてたことわからないと思うけど、まあ、大根に全て託そう。今のところまあネタの成功率はね、まあ 0% に等しいかもしれん。毎回失敗してるかもしれへん。今回のね、美容師の針の件もあって、まあこいつもね、ね、成長したかもしれん。ジョジョで言うビーチボーイズや。な、ジョジョの5部のジョルノ・ジョバーナ編で言うビーチボーイズ。途中で生まれ変わったやん。だからちょっとそれ任せようかなって感じですね。何してんだお前は。岸壁。なんでパンナコッタスキーの逆さまになってんだよお前も。お前なんでスキー変更してんの？美容師の針がバンされてんのにさ、こいつ何も感じてないのかな。大根ちなみに何作る？今まで大根お前ね、成功したことないからさ、ちょっと今のうちなんか言っといた方がいいぞ。まあでもなんかそのネタやりメッセみたいなのありだな。なんかこうみんなが集まる場所みたいな、会議室みたいなとこ作ってもいいかもしんないね。みんなのなんかここら辺に会議室と、なんかこうネタができるようななんかホールみたいな、まあ学校でいう教室みたいなとこ作ってほしい。
お願いします。もうちょい、まあまだ大丈夫だけど、もうちょいしたらちょっとあの海の上に会場に建てていくから、その場所決めとか、まあ、その場所によってどのぐらいね物がいるとかも変わってくると思うからって感じかな。ダイヤ盗んでた、ハット、お前がマジか。こいつ撮影にも参加しねえのによくもやるなどうせネタしないくせにってあいつも落ちぶれたよなマジでな、岸壁なまあ今後ともね、まあ、リリチョークラフトを、まあ、よろしく、お願いします。はい、まあ、ハリ、あ、クローハいいんじゃん。あのハリ番だからね、クローハ、お前は番じゃなくてよかったね本当に、いや本当によかったね、うん、お前もこれでチートに手出してたらお前アウトだったからね本当。まあ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 いいや。はい、そんな感じなんで、まあじゃあ一旦この今回で動画は締めたいなと思います。まあ次回からまた普通に動画上げていくと思うので、皆様応援よろしくお願いします。はい、じゃあボツ。